劉康氏は、午後十六国時代後、朝の人物、あとに仕え、寧猿将軍に任じられた。三百四十七年五月、朝秋、石康氏、王、敵らと共に全領へ進行した。朝秋、石康氏は十二万の軍勢で、かなにへ駐屯し、劉康氏は、王敵と共に進んで、新教、甲武氏、部外を攻略し、高知令を越えて、極竜まで進撃した。 長茂隆は将軍牛仙に迎撃を命じたが、牛戦は奈良間まで退いて交戦しようとしなかったので、宗と目像の民は大いに動揺した。長茂隆は、雪江将軍、シャモグサ、軍勢将軍作家に2万の軍勢を与えて、敵軍を防がせた。シャモグサらは出撃すると五長軍の進攻を阻み、劉安氏は砂丘に置いて、別将のよう安氏に敗れ、 近所まで退却した。後に、安政将軍に任じられた。349年1月、氷木正史両徳が壁で無本を起こすと、これを迎え撃つも大敗を起死した。4月、石虎が成去し、石ヨが後を継いだが、まだ幼かったことから、母の竜皇太后と、王の友津張り妻が政権を握った。竜康は、石瓶、ようよく中、カ野ノ氏 おう、ランナーと共に、李事において、法上を石下がうと面会すると、殿下は年長であり、聡明であります。選定も本来は殿下を四次となるお考えでした。ですが、老いぼれであったことから調査員の口車に乗せられたのです。今、お上が、朝廷に臨み、関心が政治を乱しております。上白が持ちこたえておりますので、宿営に兵卒はおりません。殿下が、 もしも、朝裁の罪を数え上げ、軍港を鳴らして進撃すれば、すべての者が馳散じて、殿下を迎え入れるでしょう。と進言した。これにより従うは、挙兵を決断した。351年7月、もともと後、朝の将軍であった、劉健が、上国において自立して、皇帝を自称すると、劉安氏は大芝に任じられ、清川王に封じられた。 このことから劉剣とは同族であると思われる。352年1月、劉剣が善高氏の支配下にあった定山に侵攻すると、全民が自ら8000の騎兵を率いて救援に到来した。この時、劉康氏は寝返って夏目強元、ごと全に降伏した。全民は劉康氏の兵を統合して、劉剣に攻撃をかけ、大いに破った。 さらに追撃をかけて、上国を攻め落とすと、劉健と、供養以下100人余りを処刑した。4月、前園の保筆将軍、母養表と中尉公換が、騎兵一万を率いて、前高氏の本拠地業を包囲すると、劉康氏は、弟の劉高氏と共に、国旗三千を率いて、新洋へ逃亡した。10月、劉康氏は前燕に使者を派遣して、基準を買うと、 釈将軍に任じられた。その後の動向は不明である。ありがとうございます。